その右の欄にも人の名前がありますね。はい、上段から所属する厩舎、隣の丸囲みの文字は立東、美保北、美保南で、それぞれ栗、北、南と表記されています。イスラボニータは美保北の栗田博典厩舎でトレーニングしているってことですね。はい、その横は道悪と言われる主不良馬場での成績、得意と判定された馬には丸や二重丸などのマークがついています。数字が4つ並んでいるのは、騎手の成績と同じように1着、2着、3着、4着以下ということですね。はい、2段目にも同じよう4つの数字です。この馬の通算成績を表しています。3段目はこの馬が1着か2着に来た時どういう戦法で走っていたか、好走スタイルを示すものになっています。イスラボニータは先行2回、差しが3回と真ん中あたりでレースをするのが得意ということですね。はい、その横は習得賞金額になります。そして4段目がローテーション、点1つが1周となっており、一番左が8週間前、数字の中はそのレースの着順を表します。イスラボニータは8周前に走って1着だったということですね。その通り、5段目がローテーション実績、今回と同じ8週前に走った、すなわち中7週のローテーションで1000ということです。4つの数字は1着1回、2着3着、4着以下は0回ですね。